こんにちは。今日はですね、宮城県大崎市、鳴子にあるですね、片沼ですね、三星湖というところにですね、来てみました。こちらの方はですね、三星湖で、ボートを借りてですね、乗ってる方もおられますけども、この方にですね、ですね、こちらの方ですね、乗ってきましてですね、しまして、こちらのレストハウスです。片沼レストハウスさんのね、秋の方ですね。で、バート借りられるそうですので、ぜひね、もし時間のある時は、借りてみてください。ですね、今、こちらの玄関の方でですね、場所的にですね、行きますと、こちらですね、鳴子温泉駅、こちらの方になりますね。鳴子温泉駅のちょうどですね、こちらの方までですね、来まして、片沼と、近くにクレー射撃場、あと上野のスキー場ってですね、あります。そうですね、こちらの方になりますね。で、今、こちらにも書いてありますけども、どちらからでもね、回っていけますので、もしよければですね、バス等もなんか走ってるようなので、今これからあと時刻表の方ですね、ちょっと撮影の方に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。今ただいまちょっとですね、車が来ましたんで、ちょっと一旦戻ります。すみません。結構ですね、人をですね、見に来るか、こちらはですね、片沼レストハウスさんになりますね。こちら山の方ですね、踏切っててですね、綺麗ですね。こちらの方はレストハウスさんですね。あります。こちらがですね、片沼奥の細道夢ぐり号っていうのがですね、土曜、日曜ですね、走ってるような時刻表とかですね、ありますので、もしよかったら、時間のある時見ていただければよろしいかと思います。こちらですね、レストハウスさんになります。こちらですね。で、ボートの方の貸し出しの方をしているそうなので、温泉水で入れたコーヒーありますとか、バニラですね、アイスとか、そういったのがございますので、ボートの方ですね、1000円で時間無制限だそうなので、もし、来てみてよろしければ、お願いいたします。そしてこちらが片沼のですね、由来になりますので、ですね、こちらが片沼の由来になりますね。ちょっと今逆光、ちょっとなかなか見づらいかとは思いますけども、ですね、片沼は鳴子のね、火山のですね、一部でありましてですね、あと、まあ、そう、いろいろありますけど、大体1周20分ほどぐらいで、回れるそうなので、この湖畔の周りを回ってもらってもよろしいかと思いますし、あとボートでですね、ぐるっと行ってみて回るのもよろしいかと思います。こちらがレストハウスさんで、ここ休憩場でなってます。ちょうどね、これからの時期ですね、紅葉もすごい綺麗なところなので、ぜひですね、皆さん、お時間のある時に来てみてください。
ボートの方ですね、定員3名様で、までで1000円で借りられることができるそうなので、一応賛成はあれなんですけども、一応なんかカモとかもいるようなので、もしね、カモか、なりね、賛成かなり強いんで、かなりあのすごい、私もねちょっと地元なんですけども、なかなかこっちまで来るっていうことがなかったもんですからね、ですけども、かなり湖面は綺麗ですね。この方まで見えてますし、こちらもね見ても湖面がかなり綺麗ですね。なんか先ほどちょっと中の方から見た時、ちょっとエメラルドグリーンのね感じに見えましたけども、今原因ですね、見てみますと、そのあれじゃなくて、かなり透明度は高いようです。水深がなんか16メートルほどだということで、一番深いところでですね、なっておりますので、でこちらですね、ずっとですね、この間隔でですね、全部この周りが全部紅葉いたしますので、これからの時期ですね、すごいいいと思いますので、やっぱ酸性だけあったら魚はいないそうなので、ずっとですね、こちらの方ですね、なりますね、こういった感じですね。皆さん結構ボート借りてですね乗っていますので、本当にちょっとね、もうちょっと時期が遅かったら、かなりあの紅葉が綺麗なところなんですけども、ちょっと早かったですね、気持ちですね。もしね、あと今度ですね、あの次回ここの周りですね一周してみたいと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。こちらですね、中国語と韓国語ですね、あとイングリッシュですね、で書いてありますね。トンボはいっぱいいますね。ドラゴンもいっぱいなんですね。こちらの方ですね、看板になりますね。ここはずっと来まして、湖面の方ですね、こちらですね、ありますね。かなり見た、ね、すごい透明度が高い水、酸性ってやつも、なんか昔思ったイメージよりはかなり水も綺麗だし、ところですので、そうですね、今ちょっとですね逆光でなってますけど、こちらの方ですね、でしています。今日はですね、この辺で終わらせますので、またですね、ご視聴、ご拝聴ありがとうございますね。また次、次回をよろしくお願いいたします。また番組登録の方もよろしくお願いいたします。失礼いたします。